ごきげんよう、タコポンドです。今回もね、まいたやっていこうと思います。今日もね、美味しい人間を食べていこう。まあ、今回はね、ちょっと装備の方を取り替えてみようかな。まずは、一旦取り外すとこんな感じで、まあ、今回はこのボーンテュースを取り付けてみよう。今までこれだったんだけど、ボーン、骨だね。じゃあボディもボーンにして、フィンもボーン。まあ、今までね、このバイオエレクトニック。まあ、雷系の能力だったんだけど、ボーンにすると、これどうなるんだろう？また変わっていくのかな？待て待て、見た目がまず変わった。いや、なんか石みたいだな。深海奥深くに住んでそうな、サメって感じだね。もう頭のてっぺん、苔みたいだな。まあ、苔じゃないのかな？よし、やっていこう。まずは、おお、回避が変わったね。噛みつきとかは？あ、これは普通か。尻尾。尻尾も普通かな？じゃあ、とりあえず今回は、ここに向かおう。こっちの川を渡って、まず海だね。海進んで川に行くと。よし、やっていこう。この技誰かに食らわせてみたいな。今日は海が平和だな。やっぱ平和が一番だよね。待て待て、なんかこれすごいぞ。回避しながら、回避連続で泳ぐと、普通に泳いでるよりちょっと早いんじゃないこれ。あ、待て待て、人間が。よし。本日初めての人間だ。よろしくね。ご飯として、よろしくね。あ、いいな、やっぱ。美味しいな。あ、なんかここはリゾートみたいな感じなんだね。みんな、ビーチで楽しんでるよ。まあ、まだ食わないであげよう。とりあえず目的地目指すか、まずは。さあ。あ、いたいた。転がってる人間をね、とりあえず作っとこう。さあ、で、ここら辺から川に入るんだよね。ここかな、川。あ、ビルが立ち並んで、ビルの中でも暴れたいな。あ、待って、あれは取っとこう。あれは。待てよ。まずはこの橋に乗って、オッケー。それから、あれを取る。よし。一応地味にね、ああいうのもね、集めていこうか。よし。それから、あったあった。ここだね。よし、たどり着いた。オッケー。これで新しく、またクエストが現れたかな。さあ、やっていこう。ここら辺のクエストだね。さあ、じゃあまずはここに向かおうか。あ、見えてきた。ターゲットあれかな？船に乗ってるハンターか？いたいた。よいしょ、食らいついて。そして、あのドリル、ぐるぐる巻きドリル。これだこれ。いいぞぞ。ちょっと船にダメージ与えられたんじゃないか？お、なんか、使えるぞ。あ、でも、終わるか。よしよし。あ、待て。他のハンター来た。ちょっと使ってみよう、これ。さあ、来たぞ。初めて使うね。ボーン系のスキル。落ちた！ボート破壊したぞ。これ強いな。さあ、もう一隻破壊したい。あ、ここでスキルが切れたか。オッケー、でも破壊した。なるほど。ボーンはやっぱ硬くなってる。このサメ自身が硬くなってるから、ボート破壊しやすくなったんだね。ボーンも楽しいな。とりあえずこれ取っとこう。よいしょ。また一旦ここは逃げとこう。
得意なのか回復をして。よし。さあ、こっちのターゲット向かっていこうかな。いや、でも海広いなぁ。深いね、やっぱ海は。おっと、ホウジロウザメ。レベル25強いぞ。待て、なんか別のサメ食ってる。さあ、食らいついて、そして回避。噛みつきからの回避。この流れだね。どういった？ぞっすい。いるぞ。オッケー。回復せずで倒したいな。この、サメのね、実力を見せていこう。来た！よっしゃ、じゃあ必殺使うぞ。もうちょいでも倒せるかな。オッケー。必殺使うまでもなかったな。そのガオザメが。よし。さあ次は、アザラシを10匹殺う。そんな、やっていくしかないか。ここにアザラシがたくさんいる。食ってこう。うわ、アザラシの群れだね。いや、サメにとっては楽園だな。しっかり食っとかないと。アザラシってなんか栄養ありそうだしね。よいしょー。オッケー。あのアザラシももう一瞬だな。大食いだな。さあ次のクエストは、人間を15人捕食する。わかりました。ここら辺の人間かな。あ、なんかキャンプで楽しんでるねー。参加したいなー。遊ぼう一緒に。え、どうしたのみんなー。遊ぼうよー。ここら辺で泳いでる人間たちもね、一緒に戯れようか。よいしょー。さあ、食っていって、いよいよ。オッケー。クエスト達成。そう、そこにハンターがいるね。じゃあ、ついにハンターのボスも出していこうか、ここで。まあ、もうちょいゲージ上げないといけないんだけど。よし。どんどんゲージ上げていこう。さあ、食らいついて。ちょっとここら辺の必殺を使っていこうか。さあ、来たぞ。どこだ？あのボートの野郎。よし。体当たり、体当たりで。いけるか。よっしゃ、破壊。いいね。待って、ついに来たか。シャノン補佐。食い応えありそうだな。やっていきましょうか。さあ、早速必殺を使って、まずはこれに2を払う。早っ。あれ？早いな。もう終わった。で、この、え、待て。でかい船もやってきた。一旦逃げとこう、ここは。やばい、人間も本気出してきたね。いや、でも船破壊するの前回はね、結構大変だったんだけど、一瞬で倒しちゃったな。もう家に帰ってサメをカスタマイズしていこう。よし。で、さっきね、人間倒したから何か新しいスキルが手に入ったと思うんだけど、内臓だったかな。これか。突然変異源が 10% アップ。食事による体力も 10% アップか。つけた方がいいのかな、これは。よし、アップデートもしとこう。アップグレードか。さあ、さらに強くなったんじゃないでしょうか、これで。食事による体力結構アップしたね。見てください。
人間たちが何かやってますね。楽しそうだ。僕も参加してみていいかな。混ぜて混ぜて。おっしゃー。あ、いいねー。なんか DJ みたいな。ちょ、お前はいいや。お前はやんなくていいよ、DJ は。よし、DJ 交代しました。みんな、よろしくねー。さあ、盛り上がっていこうか。まちぬちぬ。息を吸わなくては。ちょっと、人間とは、仲良くなれないな、やっぱり。待て。ちょっと食らいすぎた。やっぱり僕は、陸では生きていけないんだな。なんでなんだろう。本当は、人間たちと仲良くやっていきたいんだけどね。陸では、息できないから。とりあえず人間食っていくしかないな。よし。みんな、パーティー盛り上がっていこう。いや、最近のパリピ美味しいなぁ。こんな味だったんだね。いや、いいな、いいなぁ。歯ごたえと味わいが最高だね、もう。もうこのサメ、やばすぎる。さ、レベル27になりました。6.5メートル。人間3、4人分ぐらいのサイズってことかな。でも怪物だな。いや、恐ろしいな、もう。この中にだけは入りたくない。早速、このエリアの頂点捕食者が現れたんで、向かっていきましょう。さ、この地域の頂点捕食者は何だろう。とりあえずこっちの方かな。まあ、川を渡って海の方だね。それじゃあこういった形で進んでいきましょう。おお、ちょ、ジロザメ。こいつが頂点か。やっていくしかないか。あれか？レベル29。手ごわい。さあ、おっと。え？こいつは今まで何匹の魚を食ってきたんだろうか。いや、僕自身も食ってきた魚の数なんてわからないけどね。さあ。暗い、あ、ちょ、暗い、逃げろ逃げろ、おっし、危ない危ない。いや、強いな。おーし、やばい、2連続。一旦、離れろ。一旦、ご飯を食って、回復。旗食って、回復。よし、青ザメ食って、回復。来た、おっと。待て。こいつやっぱ手強いな。さあ、食らいついて、避ける。食らいついて、よっしゃ、来た。さあ、必殺。どこ行った？あれ？待て。青ザメ、こいつは青ザメだ。いたいた。ちょっと見失ってたが。さあ、食らえ。いや、結構避けるな、こいつ。回避率高いね。おっと。さあ。こいつ。お、あ、やばいやばい、くれてくれて、逃げろ逃げろ、わあ、ジャンプ食いされたんだけど。いや、いつか、やり返してやりたいな。こいつは来てる来てる。今まで戦ってきた、海の生物で、一番強いな。シャチを覗くが、さあ、食らいついて、待て。よし、回復。来た、来てる来てる。ずっと追ってきてるね、もう。よし、必殺。今度こそ見失わず、行きたいね。いいよ。待て待て。さあ、もうちょいでも。いけるいける。さあ、頭突きのパンチ。いいぞ、頭突きの、オッケー、倒した。よし。
肉片が、肉片はしっかり食っとこう全部。いや、ここら辺の頂点も倒したか。そして新しいクエストが、お魚フード、なんだろう。再びピートの様子を見に行く。ピート、あの、ヒゲ面漁師かな。あの、なんかムービーが始まるのかな。なんだかんだまだ生きてるからね。どうなったんだろう、あれから。足が。お魚フード。ピート、これが何だって知らないか、止めてくれないか。何としてもあのサメを手に入れるんだ。あまりの必要以上に破壊的だと思うんだ。だってサメ一匹のために生態系全体なんて。私の子を殺した。激横プンプン丸になってるよ、もう、ピートが。いや、怖いな、関わりたくないな、もう。次のエピソード、クジラくん、こんにちは。気になるな。あのムービーターとのクジラくん、こんにちはって、めちゃくちゃ気になるな。さあ、とりあえず、次の目的地は、あ、ここになったわけだね。よし、一旦じゃあ、この洞窟に戻ろう。よし。で、さっき手に入れた、ボーンテールかな。アップグレードしとこう。あ、もうポイントがないか。よし、ボーンテール。すごい威力だ。これにビンタされたら、お顔がどっかに飛びそうで怖いんだけども。それは今日はこの辺で終わります。ぜひね、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。